5名が1列に並び、姿勢を変えつつ実施する空砲射撃を行います。射撃の姿勢は伏せ撃ち、膝撃ち、立ち撃ちの3種類です。まず伏せ撃ちは一番高さの低い射撃姿勢です。伏せることで相手から見える面積を小さくし、相手の攻撃を当たりにくくすると同時に最も安定した姿勢で射撃を実施できます。膝打ちは2番目に低い姿勢です。伏せ打ちよりも視認される面積が大きく、安定性に劣る反面、より素早い行動が可能です。最も高い姿勢が立ち打ちです。素早く射撃を実施して次の行動に移ることができますが、膝打ちよりも安定性が低く攻撃も受けやすくなります。2ではゲリラ拘束の一例を実施します。同じ幅くらいです。逃げて、逃げた。なんだ。右手方向から新車両が進入してきました。ゲリラが銃を構えています。ゲリラに対して音声で警告を実施しました。しかし車から出てくる様子はありません。隊員が再度警告を実施します。ゲリラが発砲しました。左手方向をご覧ください。銃声を聞きつけた峰岡山ブリトン基地の精鋭たちが入場してきました。ものすごい銃撃戦が繰り広げられております。
隊員についてはゲリラに近づくにつれて徐々に姿勢を高くし素早い行動で対処できるよう接近します。いよいよゲリラも追い詰められました。ゲリラが白旗を振っています。負けだーっていうことでしょ。現在隊員がゲリラを拘束しています。無事ゲリラに武器を捨てさせ捕獲することができました。以上で64式小銃空砲射撃訓練展示を終了します。ご覧いただきありがとうございました。係員の誘導に従って照射方向へ移動していただき、引き続き基地開放行事をお楽しみください。